自分の特性や役割を知る方法、ね、ということで、えー、自分の特性や役割を知る方法なんですけどこれはですね2つ私の中でではあるんですよ一つ目は以前あの脳医学の先生とですねあの一緒にこう勉強させていただいたというかこう、えー、子供たちの教育というところで。 そのテーマにですねあの一緒にこう研究をさせていただいてた時期があってですね、まあ、その時にあの私も教わったことなんですけれどもあのどうも特にスポーツ界ですねスポーツの世界で突出した成績を伸ばしてらっしゃる人すごいパフォーマンスを発揮してらっしゃる人っていうのはほとんどねやっぱりあの小さい時からそういう性質があった才能があったっていうことですよね。で えー、これは実はスポーツは分かりやすいんですけどあの実は他の分野でも同じであの自分が子供の時好きだったこととか得意だったこととかなんかずっと没頭してやってたこととか自分では忘れてしまってるかもしれないんだけども小さい時に自分が持っていた特性これが大人になっても発揮されている人っていうのは社会でね 自分の得意なこと好きなことを精一杯追求していきながらメッシュを食っていくことができるっていう状態にどうもなってるんですよね。でその自分の特性とか役割みたいなもののヒントが一つ目小さい時にあるっていうことを小さい時に自分が好きだったこととかなんかそんなにあの自分では一生の努力したとも思ってないのに賞を取ったこととか褒められたこととかなんかあの そんなことがあの特徴がどんなものがあるかなということを自分のお父さんとかお母さんとか小さい時を知る人に聞いてみてねどんな子だったってこんな子だったよっていうものの中にひょっとしたらあの何か自分の役割とか特性につながってくるっていうことがあったりするかもしれないですよね。ああののこれはもう身近な例であのまあ私が 今です、ね、あのいろいろな会社経営っていうことの、まあ、アドバイスをさせてもらえてる持ってる会社があるんですけどもその中の,あの会社の一つにですねあの治療院の経営があるんですね。でその治療院の院長先生はあの女性なんですけど彼女と私が初めて会った時はあの彼女はですね、えーもともと 学生さんの時にまだ彼女が学生の時に18ぐらいの時に初めて会ったんですけどその時にですね彼女が将来やっぱり18歳で進路を考えていく将来何になりたいってい話になる将来何になりたいって言った時にあの何になりたいかがわからないけれどもあのトレーナーになりたいって言ってたんですよ。とねななんでトレーナーーナになりたたいかっ,て言ったらあのスポーツが好きだと でスポーツが好きでバスケット部のマネージャーをしてたんですよねでマネーージャーをしていながらその多くの選手たちをこう支えていく本人はプレーヤーじゃないんですよ運動神経もよくないしあのそんなにあのなんでしょうね自分が運動するというよりも運動している頑張っている人たちっていうのがあのとてもこう輝いて見えるそれをせめて関わっていくためにそれを支えていくっていうことをしたい。 っって言って言ってたんですで。そのスポーツトレーナーの資格を取ったりとかそういうことをしたいって言って頑張ってたんですけどどうもね見ててねあの改めて考えていくとスポーツトレーナーになった時に自分がスポーツの経験がない人をスポーツ選手って尊敬するだろうかって、ね、言った時にあの非常にこうスポーツのパフォーマンスも低いし運動神経がいいかって言ったら明らかによくないんですよ。 だからトレーナーになって果たして自分が運動経験がないっていうことに対してスポーツ選手はね私もアスリートだったのでどうかなって思った時にねもっと深く考えてそもそもどういうことはあなたはやっぱり好きだったのって言うとですねあのやっぱりね、えー、彼女は長女だったんですでお姉ちゃんとして、まあ、弟たちの世話をしたりとか面倒見たりっていうことをやったりお母さん看護婦さんなんね だからやっぱりその看護婦さんとして人の面倒を見たりとか人に寄り添うっていうことが彼女したいんじゃないかなっていう話をしてたらそしたら「そうかもしれません」ってスポーツに限らず何かこう人に寄り添う人を応援するそういうことが私は好きなんだっていうところででスポーツトレーナーじゃなくて治療家を志したんです。それでもうう本当大当大たりというかあの彼女は あのなかなかないんですけどお客さんっていいますかあの患者さんですね9割の確率でリピートするんですよねで。本当にその人に寄り添っていくっていうことがあの地に何ていうかなこうそ,そこにやっぱり天性のものを発揮するんですよね。 だからやっぱりねやっぱり小さい時にそれヒントあるなーってて改めて思うんですでもう一つ自分の役割とか特性がわからないって言った時にこの小さい時に自分が好きだったこととか得意だったこととか自分では気づいてないけども特性としてそこから何か発想していくっていう方法がまあ一つ目だったとしたらもう一個もう一個目ですねそういうことも思いつかないそういうところも何か特徴がっていうことであれば 目の前に降ってきたチャンスというものをノーと言わずに手当たり次第全力でやってみるっていうことですね。でこれってね意外に自分が好きとか嫌いとかっていうことをか変わらずですよ自分が好きいやーこれ嫌だなって思うことひっくるめてですねいろんなことをはいって言ってやってみる経験をしていくと意外にね自分が好きじゃないことだけどなんかやっていったらまあだんだん 慣れてきて。でも、好きじゃないことなんだけど、得意じゃないことなんだけど、それをひたすらやっていくうちに売り上げが上がったって人がいるんですよ。お仕事としてね。これどういう原理かというと、考えてみたらそうですね。誰もがやりたくて、誰もが興味を持って、誰もが好きっていうことなら、みんなやってるんですよ。だけど、みんながやりたくない、めんどくさい、ええー、って思うことって、みんなが、 やりたくないから実はライバルは少なかったりするだからねいや私こんな仕事全然好きじゃないですよでも仕方なくてたまたまあの入った就職した先でやれって言われてでももうこれ10年やってますわとだけどやってるうちになんかでもすごい、えー、おかげさまで仕事途切れることがないし、まあ、やってるうちに慣れて当たり前になってきたら。 まあそんな仕事でも面白く感じるようになってきましたっていうねあこれ一つあの面白い発想なんですそうなんですよね実はね好きなこと小さい時に好きだったこと得意だったことねそれも一つの発想だけれども同時にですねさみんなが嫌がることをあえてやってみるでそこにねそのなんていうんですかね自分の役割みたいなものを見出して でそれでいてすごくこう一生懸命それをやってみえてもう今は全然さほど嫌じゃないと。でそれでいてまあありがたいことに、えー、お客さんが途切れることがないお仕事いっぱいもらえるって言ってあの満足そうにしておられる方っていうのもあるんです。そうなので何か自分のねあの役割とか自分のこうあの得意なこととか得意なことというかね 特性みたいなものを見極めていく方法。これはですね、小さい時に自分が好きだったこと、得意だったこと、そういったこと、夢中になってやったこと。これをですね、自分の中で思い出したり、お父さんお母さんとか小さい時の自分を知る人から聞いていく。で、そうやって見つけていくという方法が一つと、あえて嫌いなことでもいいから、目の前に降りかかってきたことをチャンスとしていただけたことは全力でやってみる。で、このことによって、意外と、 自分が嫌いだと思ってたことの中に役割を見出していく人がいるかもしれないこの二つの方法っていうのを試してみるとですねそうすると自分の役割が見えてくると思います仏教というのは知識ではないんです歴史の勉強ではないんです今この人生において私がどう生きるのかというところへ直結してくる教えなんですね今 この自分の人生において今日から明日から私の人生に変容をもたらしていくそれが仏教なんです。 世界とか全てに対して見方方がが変変わわったし感じ方が変わりましたそのイラッとすることをいかにその解消するかということを教わりました最終的にはやっぱり表面的なものではなくて深いところまでイメージはこうスッと入ってきたんですけどおっしゃることおっしゃることがもうおっしゃる通りなんだなと思って雲が晴れるような感じの気持ちになったりとかもう感謝しかないです本当に。 学びというのは、ね、いいつつになってももからででで学ぶことができるんですまさにこう私たちがどう生きていくのか仏教を学んで自分の人生の質が良くなっていかなければいけない自分の心が穏やかになっていかなければいけないそうならなければどんなにたくさんの経典の文句を覚えたところで仏教を学んだことにはならんのです。